最初の X プレーン、ベル X-1X プレーンは、アメリカ合衆国が開発した実験機、記録機シリーズのこと。名称が実験機、記録機を意味する X で始められていることから、X プレーンと呼ばれるようになった。その性格上、製造機数は少ないが多様であり、得意な外形を持つものや、世界記録を更新するなど優秀な性能を示すものも作られた。 最初の X プレーンは1946年に製作されたベル X-1 である。これは音速を突破するために作られた機体であった。これ以降もアメリカ航空宇宙局、空軍、航空機メーカーを中心に開発されている。高速性の追求においては大きな成果を上げている。例えば水平飛行で初の音速突破を果たした。 X-1 のほか、マッハ3を超えた、X、X-2、有人航空機としては、世界最速を記録した、X、X-15 などがある。X プレーンは2008年時点でもシリーズは、続行されており、タワミツバサ実験機の X-53 が、試験中である。なお、X-52 については、実験機の母機として使用されている。 NB-52 との混同を避けるため欠番となっている。キャンセルされ、実際に飛行していないものもある。ありがとうございます。